はい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 。まあ、これはちょっと後でゆっくり見ましょう。はい。これ飛ばしまして、最終回部門667位ということで、はい。おめでとうございます。で、これで一応、はい。アスララ家。まあ、俗に言うレフコスカリスがゲットできましたよと。はい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 。まあ、アンカルン10。結構しょぼいけど、まあまあいいでしょう。やっぱこのアスララ家無限に欲しいからね。ということで、まあ、ここにもね、予告が来てるわけなんですが、まあ、それはまあ、また別動画で話すとしまして、まあ、この、アスララ家ですよね。まあ、レフコスカリスって方がわかりやすいのかな。これなんですけども、今の使い道を話すとしたら、なんでしょうね。基本的に自分が今使ってるというと、ここら辺は自分多分使ってないんですけど、まあ、エンマに持たせたりしても、普通に強いし、自分の場合は、グラスかな?ティナとかだと、まあやっぱ強いですね。まあティナに持たせるのは全然ありだし、あと赤髪に持たせる人もまあいますね。はい。あとは、まあルチアとかに持たせても一応ダイブとの相性いいし、まあ、言ったらやっぱ守りが硬いキャラとかは非常に相性がよろしいかなとは思います。はい。まあ、特になんだろうな、まあ緑の王とかに関しても、あれ、分身が取っても、自分が取った判定になるので、アスララ家を獲得しやすかったりとか、あとは、ま、エムシャルもやっぱり相性いいですよね。エリア広いので、こういうやっぱり防御力が硬いキャラ、まあ、エム後継者もそうですし、こういうやっぱ守り硬いキャラはやっぱり相性が非常によろしいですね。まあ、クロカとかもそうですし。あとは、もともとその、決め手があんまりないキャラに対して、まあ、決め手を増やすといった使い方もありますかね。普通の、なんだろうな、点取り方じゃちょっと点取りにくいっていうキャラで言うと、なんでしょうね。点取りにくいキャラ。あんまり前出てもあんまり恩恵がないキャラとかだと非常に相性が良かったりするんですが、あんまりいない。なんだろう。このフェネッカとかね、こういう後ろで戦うキャラに関して前出ないとか、そういったキャラに関してはやっぱりアスララッケとの相性はいいですよね。まあ、このキャラの場合はなんかすごい壁があるので、まあ、それで取ってくれて、それで返すこともできるので、まあ、こういったキャラとは相性いいですね。まあ、決め手がちょっとあんまりないなーっていうキャラ。あとは、佐々木みたいな、なんでしょうね。SS がなんか特殊な軌道の弾、普通のなんか直線とかだったらヘリオでいいんだけど、こういうなんだろうな、 SS 自体が得点力ないキャラに関しては、まあアスラだけ非常に相性いいですね。まあ佐々木の場合はどっちかといえばオラクルの方がいいんですけども、まあこういう決め手があんまりないキャラ、 SS のそういったキャラ、もしくはさっき言った防御力が硬いキャラには非常に合うかなと思います。はい。でスロットスキルなんですけども、グラスコートで使うんだったらやっぱりこのラケットを絶対に離さなくなる。これ欲しいですよね。まあ、ティナに持たせるとしても、赤髪を持たせるとしても、どっちにしろこれはやっぱり持たせたい。赤髪対面でやっぱりどうしてもこれ欲しいので、これをつけるとよろしいかなと思います。まあ、キャラにもよるかな。まあ、増加量が欲しければ増加量でもいいし、まあ、キャラによるかな。ルチアとかに持たせるんだったら、軽減とかの方がいいし、そうですね。大体持たせることが多いのは、まあ、交代時とか増加量、ラケット絶対に離さなくなるとか、あとはま、人によってはスマジュつける人もいんのかな。まあ、でも、どうだろうな。増加量がやっぱり多いかな。他で言うと、最近で言うと、あんまり最近使われてないけど、邪神ハルとか、この辺になるとやっぱりアスララ必須なんですよ、こういうキャラは。なので、まあ、こういうキャラに持たせるなら増加量だし、まあ、ティナとかに持たせるならラケット落としだしって感じで、結構キャラによるので、それもし、なんだろうな、このキャラにアスララ家持たせたいんですけど、スロットスキル何がいいか分かんないですっていうパターンがあれば、まあ、コメント欄でもいいですし、あとはまあ、マシュマロやってるので、マシュマロの方で、まあ、質問していただけたらなと思います。はい。まあ、こんな感じですかね。あー、赤髪来た。いいね、いいね。まあ、ミラーでもいいんですけども。
基本的には赤髪の方が分かりやすくていいかな。あ、アストラリア持ってるね。ただ自分が赤髪使う側でもいいかな。まあ、初手はヒナで行きますが、できる限りやっぱりアストラリアが活動って変なんだよな。活躍してるところをお見せしたいんですよね。ほい。ほい。いやーくっそ、ちょっと待って。ああいうのをね、ちゃんとスマッシュできるといいんですけども。どうする?そっちね。ほい。どこで打ってくるかな?あー、そこで打ってくる。ならば、じゃあ、アスラだけ活動、じゃないよ。活躍してるところを見たいので。じゃあ、ここで赤髪を打って返してもらえますか。はい。ほい。はい、取りまして。で、そうすると高速をゲットする。あ、ちょっと。高速をゲットするので、多分返してくると思います。どこのタイミングですかね。ここっすかね。まだか。あぶね。いやー、ちょっと待って。強い強い強い。まだ、あれになってないから。なんだっけ、射脱だっけ、そっちになってないから。ほい、ちょっと待って。はい。いやー、来た。そう、これこれこれ。意図しないタイミングで飛んでくるから、やっぱ強いんですよね。特にまあこういう赤髪みたいな得点力のあるキャラの SS を取れるとかなり大きいですよね。ほい。ほい。ほい。よし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 。ただ、まあクールタイムが確か50秒でしたっけ?結構長いので、まあやっぱり防御力が硬い子っていうティナみたいなキャラだと非常に相性がよろしいと。はい。はい、ちょっとね、第2戦目なんですけども、赤髪がいるからいい感じに使いたいんだけども、どうし、おおおおおおお、怖い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 。何何何何?はいはいはい。あっぶね。オラクル持ってんのか珍しいな。はい。ここで撃ってくる。ちょっと待って。グッドだけ。危な。あー、取られた。マジかよ。バーストたまんの早っ。誰で来る?ティナね。じゃあ、撃ってもらいましょうかね。まだ SS は溜まってないよね。ほい。はい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 。まだ飛べないと。誰で来る?ティナ。ティナなら、じゃあ赤髪で返してもらおうか。ちょっとこれ取ってもらわなきゃ困るから、とりあえず溜まるまで待って、はいはいはい。撃ってくる。SS も溜まってるもんね。こっちに撃つ。ちょっと、溜まるまで待とうか。ヘリオも溜まったんで、じゃこれ取ってもらうか?はい、取りまして、はいはいはい。で、こっちに切り替えて、どこのタイミングで撃ってくるかだな。ほい。ほい。ちょっと待って。いやー、早い着弾。ただヘリオ SS がずーっと相手構えてる状態になるので、やっぱこっちとしてはかなりね、やりづらくなるんですよ。怖いもん。いつ飛んでくるかわかんねえから。そこが、まあちょっと前出づらいっすよね。相手まだね、あれが溜まってないから前出れたけど、溜まっちゃってるといつでも相手防御できることになるから危ねえ。これだよね。これ返せるから強いんすよ。いやー、ちょっと待って。あ、危ねえ。間に合った。スマッシュ。オッケー。ティナの場合は基本的にあんまりすぐ使っちゃうのもったいないかもしれないね。その待機させとくのはいいんだけど、バーストはすぐ使ってもいいんだけど、スペシャルに関しては残しておくとかなり戦いやすいかなとは思います。ほい。これも決まっちゃうよね。OK。まあ、アスララ家の強さが分かったでしょうか。はい、というこんな感じでした。まあ、アスララ家の強さが分かってもらえたら嬉しいんですけども、一応まあ、その別の動画で触れますけど、この右側のキャラですね。このキャラがクロコって言って、まあ結構テレポートっていう、その飛んだりすることができるんですけども、それとかなりね、相性がもしかしたらいいかもしれないので、まあ、飛ぶキャラっていうと、まあ、ウツロとかルチアとかそんな感じだと思うんですけども、それと同じで多分ね、アスララ家と多分相性いい感じになると思うので、ちょっとこれは期待ですね。はい。ということで、まあこんな感じで締めようかなと思います。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。